はニュースを深掘り、素朴な疑問を解決するなるほどのコーナー、伊藤さんお願いします。はい、今日お伝えしたいのはこちらです。コロナ禍で急増している荷物転送バイト詐欺なんですね。こちら2016年頃に一度被害者が急増して取り締まりが厳しくなり下火になっていたんですが、コロナの流行が拡大した去年に、はい、都内でまた被害が増え始めたんです。それではどんな詐欺なのか、手口はこちらです。被害者 A さんのケースを順を追って見ていきます。 A さんは20代の主婦で、夫と6ヶ月の長女との3人暮らしです。子供が小さいのでパートにも出られないということで、自宅でできる内職を探していたそうです。そこで SNS 上で自宅で楽に稼ぎませんかという広告を見つけ応募しました。これ自宅ならコロナ感染のリスクもないですもんね。そうですよね、やっぱり子供に感染させてはと心配されるお母さん方多いでしょうしね。はい、そしてですね、応募してしばらくすると、応募の時に登録をした自分の携帯電話に連絡が来ます。するとそれは福田と名乗る男で、自宅に届いた荷物を別の住所に転送するだけで一つの荷物につき3000円の報酬がもらえると説明をされまして、これに対して A さんはやりたいですと伝えます。そうすると福田と名乗る男からさらに、万が一 A さんが荷物を紛失した場合の担保として免許証などの写真をメールしてくださいと伝えられます。これはちょっとね、大丈夫かなと不安になりますね。そうですね、これちょっと怪しいと思わなきゃいけないですね、一旦ね。はい、もちろん A さんも心配に思って免許証が必要なんですかと、福田に尋ねました。そうすると登録制にすることで転送を依頼している方も安心できる、こちらも選ばれた方だけに声をかけていて、 A さんが嫌だというなら別の希望者に登録をお願いするだけですと言われまして、 A さんは免許証の写真や振込先となる口座番号などを教えてしまいました。なんでしょう、伊藤さんの声だと信用度が上がりますね。それにしてもなんか言葉巧みだなと。実際に A さんもその電話口の相手、本当に丁寧に喋ってくださったことでこう信用してしまったということなんですね。そしてさらに見ていきますよ。登録が終わりますと数日後に荷物が自宅に届きます。荷物が届いたと連絡をしますと、福田から開封はしないでそのまま指定された住所に午前中の指定で転送をしてくださいと指示が来ます。そして転送した証拠として追跡番号をメールで伝えると、なんとその日のうちにバイト代が入金されまして、 A さんはこんなに簡単に稼げるならと5回ほど繰り返し転送バイトを申し込みました。最初のうちはこう美味しい思いをさせるんですね。本当にそうですよね。1ヶ月が経ったところで自宅にあるものが届きます。それがこちら。はい、自分が契約をしていない携帯電話会社からの郵便でした。これについては事前に福田から業務提携先の電話会社から営業の広告が届きますけど無視をしてくださいと言われていたために、 A さんは気にしていなかったんですが、その郵便の中身というのが身に覚えのない携帯電話の15万円という高額な使用料の請求だったんですね。で、 A さんは慌てて福田に連絡を取ろうとしたんですけれども、そこではもうすでに音信不通になったということなんです。これ何が起こってたんですか。はい、こちらで改めて整理していきます。こちらですね、寄っていただけますかね。はい、はい、まず1、バイト希望者が免許証のコピーを詐欺グループに渡します。はい、そして詐欺グループはそのコピーを使って携帯電話の新規契約をするんですね。うん、で、3、別の人の手に渡らないように契約した携帯電話というのは本人のみが受け取り可能なセキュリティの高い郵便で送られてくるんですが、はい、契約した名義本人ですから当然受け取ることが可能なわけですよね。それを転送
開けずに転送、詐欺グループに転送してしまうということなんです。なるほど、この本人に1回受け取らせるためにその転送バイトを装ってるんですね。はい、そういうことなんですね。でさらにこの手に入れた携帯電話を詐欺グループは、オレオレ詐欺などに悪用をするということになっています。でこの悪用された携帯電話の料金というのが今度 A さんのもと、バイト希望者のもとに請求書がやってくるということになっています。これただその詐欺にあったわけですから、その請求なしにはできないんですか？そう思いたいんですが、はい、携帯電話会社との契約というのは成立しているために、携帯電話会社が損をしないように請求は有効となるということなんです。先ほど A さんは携帯電話会社の交渉をしまして15万円の請求というのを10万円に示談に持ち込んだそうなんですが、改めて澤田さん、こういうのは被害者にとってはちょっと苦しいですね。本当ですね。騙されて、ね、人を信用して騙された上に詐欺の片棒を担がされる、踏んだり蹴ったりですね。はい、本当にそう思います。ただここで転送先をじゃあ辿っていけば詐欺グループの尻尾がつかめるんじゃないか、そう思いますよね。そこで続いてこちら見てください。はい、転送先は詐欺グループのアジトではなく民間の施設支所箱なんですね。でここは受け子のような下っ端に契約詐欺グループさせていますので、結局詐欺グループの本体を追うことはできないような仕組みになっているんです。いやここも、ね、悪用されて迷惑ですよね。本当ですよね。いろんなところに迷惑があるんですが、さらにこうした詐欺で使用された電話番号や住所というのはネットでまず検索できますので、確認することで詐欺に気づくことができます。では最後に改めて荷物転送詐欺に騙されないための大事なポイントというのをこちらで改めて見ていきたいと思います。はい、こちらが大事なんですが、まず簡単に稼げるには裏がある、結果的に詐欺グループに加担することになります。そして身元のわからない相手に免許証を渡さない、こちらも成りすます被害の原因となります。このことをぜひよく覚えておいていただきたいと思います。そうですね。そしてぜひご家族やお友達にも教えてあげてください。